ペンギンみたいだからペンペンです。歩き方がペンギンなんですよね。関節が外れてんのかな。痛いみたいで。いじめられちゃいますね、やっぱり。あー、やめて。やめて。ご飯じゃないんだな。今日は、この前3ヶ月になった、チュービナちゃんたちです。こんにちは。このハゲてる大人サウナは違います。ちょっとここで隔離してる人たちです。行くよ。暑いから水の減りが早いです。はい、ちょっと待って。この子たちは今生後3ヶ月ちょっとです。中火なですね。まだピヨピヨいってます。はい、ペンペンです。ペン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 おいで。ペンギンみたいだからペンペンです。おいで。ペンペン。何してんだよペンペン。歩き方がペンギンなんですよね。これちょっと初めてなんですけど。気づいたらって感じでしたね。生後2週間ぐらいで、あれと思ってちょっと隔離したんですよね。そしたらなんか立ってるような感じで、ずーっと立ってる。そっからペンペン。ちょっといじめられちゃいますね、やっぱり。餌食べるのとかも下手なので、隔離をして今あげてるんですけど。だいぶ大きくなってきましたけど、いじめられちゃうね。でもほんとなんか元気だから、このまま大きくなってどうなるか見守りたいと思います。歩くのが難しそうですね。お尻の方を擦っちゃうから手がボサボサだ。疲れたの。え、スムージー始めた。この子ちょっとずっと隔離してたから、スムージーできなかったから、ちょっと羽をツンツンしないで。気持ちよさそう。ほらほら。あのバサバサなってる尾羽が気になるみたい。やめて。やめて。大丈夫大丈夫。
どうしても他の子より頭が低いとつつかれるんですよね。固まっちゃったよ。大丈夫大丈夫。ナービスな。このなんていうの、この太もも、太ももの付け根が全然違うんですよ。これめっちゃ細い、私の指一本分ぐらいなんですけど、付け根、ペンペンの付け根はもうこれ全部なんですよね。わかるかな、すごい太い、なんか変な風に発達しちゃってて、太ももが、こう下に伸ばせないんですよね。なんか何なんだろうこれ、関節が外れてんのかな、伸ばすとね、なんかわかんない、なんかストレッチとか小さい頃からしたんですけど痛いみたいで伸ばしたくない。手乗りペンペン、今650羽いますけど、ペンペンみたいな子は初めてなんで、まあ、ちょっとどうなるかわからないですけど、元気に育ってくれるように見守っていきます。いじめないで、じゃあねって、ペンペン固まってる、固まってるよ、ペン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 、大丈夫、バイバイって、バイバーイ、またねーって。